桃色ゲームチャンネルはインターネットテレビ局アベマ TV のウルトラゲームスで2018年1月25日から4月26日まで配信されていたゲームバラエティ番組である。タイトルロゴは桃色ゲームチャンネル。男性を笑う芸人と女性桃色ガールがゲームで対戦しゲームの面白さを伝えるゲームバラエティ。ゲームを頑張った男性陣にはちょっと桃色なご褒美。 桃色チャンスの権利が与えられる。ゲームで敗退すると、お色気シーンが見られない視聴者から本気の批判コメントが来るため、最もゲームプレイ対応力が求められるゲームチャンネルらしいゲーム番組とする一方、しずる二人はスタッフの中一マインドが全解放された番組と例えている。また、スタッフの興奮を表す心の声としてガスホーン音が要所で使用されていた。 推奨ハッシュタグは、桃色ゲーム。あくまでゲーム番組だが演出が桃色すぎるという理由で ABEMATV からイエローカードが続出。2以降は深夜帯に枠移動され、第3回配信時には過去回のビデオ配信が一時停止された。2月14日に3の見逃し配信が開始。後に1にもアーカイブ配信が開始されたが、 約30分短縮編集された後、曲部ぼかしの処理がされている。11は2018年6月現在もアーカイブされず、欠番扱い。11配信最後に上層部からスタッフを通じて、レッドカードが渡され、2018年4月いっぱいでの番組終了が発表された。翌週は特番により休止。12では東京オリンピックが近づきすべてのエロが、 規制されたという設定のもと、MG と、桃色ガールズの立場が逆転。私服の AV 女優が MC を務め、男性芸人が、空色ボーイズとして、ゲームをする健全ゲーム番組、空色ゲームチャンネルとなった。最終回13は、宴会打ち上げスペシャルとして、渋谷の飲食店から配信。伝説となった回や、ミアーガイブの回などを振り返り、 リクエストのあった桃色チャンスに挑む、お願い、ゲームチャンネルが行われた。過去のベスト桃色があるなお、空色ゲームチャンネルでは愛か、君と、歩み、桐谷祭り、小倉優菜が MC を務めた。ありがとうございます。